アイントラハとフランクフルトに所属する日本代表ミッドフィルダー鎌田大地。サッカー IQ の高さとテクニックを併せ持つこの攻撃的ミッドフィルダーはフランクフルトの頭脳として活躍する怪物です。広い視野と巧みなポジショニングで攻撃時はチームの潤滑油となるだけでなく、守備時も相手のビルドアップに制限をかけ攻守両面でチームに貢献する選手です。そのプレーはかつてドルトムントで躍動した香川真司に匹敵すると欧州のメディアで評価されています。そんな鎌田は高校卒業後サガン鳥栖でプロデビューし、2年後にはフランクフルトに移籍。移籍直後は出場機会に恵まれないものの、レンタル先のシントトロイデンで才能が開花します。フランクフルトにレンタルバックするとレギュラーに定着、チームも躍進しヨーロッパリーグ優勝にも貢献。鎌田自身も欧州の強豪クラブに注目される存在となります。日本代表でもフランクフルトでの活躍が評価され序列が急上昇。カタールワールドカップでは日本の攻撃の中心として期待が集まります。この動画ではそんな彼がこれまでどんなキャリアを送ってきたのか、どのようにして欧州中に注目されるミッドフィルダーになったのかご紹介していきたいと思います。1996年8月5日、鎌田大地は愛媛県伊予市で大学までサッカーをしていた会社員の父とダンスフィットネススクールでインストラクターを務める母の間で2男1女の長男として生まれます。世界で活躍してほしいという願いを込め、ソウル五輪金メダリストの鈴木大地にあやかり名前を授けられました。キッズフットボールクラブでサッカーを始めた鎌田は早速その才能を見せ、小学6年生の時には全国制覇を経験します。中学生になると大阪に住む祖母の家から通える距離にあったガンバ大阪ジュニアユースに入団。同期には現在スコットランドセルティックに所属している井手口洋介など精鋭が揃っていました。しかしここで鎌田は挫折を味わいます。当時成長期真っ只中の鎌田は体と感覚のバランスが取れないクラムジーという症状に悩むように。この頃のことを鎌田の父は、中学には身長150センチで入学したのに3年間で約25センチも背が伸びた、急激に背が伸びて思い通りに体が動かない時期があったと振り返ります。毎年のように腰や手を骨折し、数ヶ月離脱するような不運にも見舞われ、鎌田は父に対して、いつになったら俺の体は思い通りに動くようになるんだと弱音を吐くこともあったそうです。結局中学時代は怪我に泣かされ、ユースに上がることは叶いませんでした。高校生になった鎌田は京都の東山高校に進学することに。この高校時代が鎌田にとって大きな転機になりました。決して強豪とは言えなかったものの、100人もの部員がいるこの高校で鎌田はハードワークと仲間の大切さを学びます。高校1年生の時、とある試合に出場した鎌田はスタンドで先輩を含む100人以上の部員が声を出して応援している姿を見て、僕のためになんでこんなに応援してくれるのか、みんな試合に出たいはずなのに、胸が熱くなったと彼の父に語っています。高校3年生の時には自ら立候補してキャプテンに就任。チームは高円宮杯プレミアリーグウエストで最下位と低迷し、全国高校サッカー選手権出場は叶わなかったものの、リーグで得点ランキング4位の10ゴールと一人奮闘。この活躍が評価され、 J リーグクラブの練習にも参加するようになります。しかし結局どこのクラブからも正式オファーが来ず、鎌田は再び壁に当たります。それでも1クラブだけ彼の可能性にかけた男がいました。それは当時サガン鳥栖のスカウトを務めていた牛島正次。牛島はもっとできる、もう一度見てほしい、高校生が1回の練習で自分の力を見せるのは難しいものとクラブの幹部に直談判。その言葉の通り、鎌田は鳥栖のトレーニングで回数を重ねるごとに持ち前の攻撃センスを発揮し始めます。そして最終的にプロ入りを勝ち取ります。ここまで紆余曲折あった鎌田は鳥栖入団直後、ここまで彼を支えた両親に感謝の手紙を添えて腕時計をプレゼントし、これから週末はめちゃくちゃ楽しくさせるからねとプロでの活躍を誓いました。2015年シーズンから鳥栖に入団した鎌田ですが、ここで彼にとって大きな出会いが待ち受けていました。それは
このシーズン監督に就任した森下仁、若手育成で定評のある指揮官はキャンプの時点で鎌田の才能を見抜き、高卒1年目ながらテストマッチに積極的に起用します。そして2015年5月10日 J1 第11節松本山鹿戦で J1 デビュー、ファーストタッチでいきなり30メートルほどのスルーパスを通し、さらにミドルシュートでプロ初ゴールを決めてチームを引き分けに導くという鮮烈なパフォーマンスを見せます。そのままコンスタントに出場機会を確保し、ルーキーイヤーは21試合で3ゴールを記録。この年の8月にはアンダー22日本代表のトレーニングキャンプにも招集されました。プロ2年目の2016年シーズンも鎌田はレギュラーに君臨。28試合で7ゴールとフィニッシャーとしても才能を見せるようになります。この頃から海外移籍を視野に入れていた鎌田は、海外クラブとコネクションを持つ代理人と契約し、自らの夢を叶えるべく動き出します。そしてサガン鳥栖のトップ下として不動の地位にいた3年目の2017年夏、ついに念願の海外移籍が実現します。移籍先はドイツブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルト。獲得に際しフランクフルトのボビッチ CEO は、我々は彼の出場した試合を数多く見てきたが、大地は大きなポテンシャルを持った選手、彼の加入によって攻撃的ミッドフィルダーのバリエーションがさらに広がると喜びを口にしました。移籍が決まった鎌田は6月25日鳥栖での最後の試合に出場し、アシストを決めて自ら花道を飾ります。試合後のセレモニーで鎌田は、僕は高校の時に拾ってもらってサガン鳥栖だけが僕に声をかけてくれた、クソガキだった僕の面倒を見てくれてすごくお世話になりました、あの人じゃなかったら今の僕は確実にいないと、チームと1年目監督だった森下に感謝の言葉を述べました。感謝の思いを胸にフランクフルトにやってきた彼ですが、チームには当時の日本代表キャプテン長谷部誠がいました。鎌田は後年、ファーストインプレッションは何ですかね、怖そう、怒られそうと思っていましたねと当時の長谷部の印象について語っています。そんな頼もしい大先輩がいる中始まったフランクフルトの1年目でしたが、辛酸をなめることに。シーズン序盤は好調だったものの、周囲から誤解されやすい性格の鎌田は首脳陣から走れない戦えないと思われ、結局リーグ戦わずか3試合出場にとどまります。鎌田は全体練習から外され、ひたすら森の中を走らされていたといいます。結局シーズン終了後構想外になり、翌シーズンはベルギーのシントトロイデンにレンタル移籍することに。ここで出られなければ俺は終わる、鎌田はそう覚悟を持って勝負のシーズンに挑みます。シントトロイデンの監督ブライスは鎌田のプレーを見て、ミッドフィルダーよりもフォワードに近い役割を与えます。このコンバートが鎌田の攻撃センスを再び目覚めさせます。鎌田は序盤はベンチスタートが多かったものの、中盤からレギュラーに定着。対峙するディフェンダーを手玉に取り、ゴールキーパーの予測を外すプレーを見せ、リーグ戦で24試合12ゴールと得点を積み重ねました。シントトロイデンの活躍が評価され、シーズン途中の2019年3月には日本代表デビューを果たし、シーズン後にはフランクフルト復帰を勝ち取りました。復帰1年目の2019-20シーズンはヨーロッパリーグで大暴れ。グループリーグ第5節アーセナル戦で2ゴールを決め、当時のウナイエメリ監督を解任に追いやります。さらに決勝トーナメント1回戦ザルツブルク戦ではキャリア初のハットトリックを決めます。ヨーロッパリーグを中心に活躍した鎌田はこのシーズンも公式戦2桁ゴールを記録。2年前戦力外とみなされていた男はシーズン終了後フランクフルトとの契約延長をつかみます。 2020-21 シーズンも鎌田の勢いは止まりません。このシーズンは強豪相手の活躍が目立つように、2020年12月5日のドルトムント戦では味方のロングパスに反応し、絶妙なトラップから鮮やかにゴールをゲット。2021年2月21日にはバイエルン・ミュンヘン戦で1ゴール1アシストを記録。チームも鎌田の活躍でドイツの絶対王者相手に大金星を飾ります。最終的に鎌田はリーグ3位となる12アシストを決めて完全に主力選手として定着します。チームの中心に成長した鎌田ですが、クールで淡々としたスタンスは崩しません。チームメイトの長谷部からは、お前マジで周囲からのイメージで損してることが多いよなと呆れられるほど。そんな鎌田も家に帰ると別の顔を見せます。ピッチを離れた鎌田はいつも息子と時間を過ごしていると言います。
愛息が寝ているときは奥さんとオンラインゲームを一緒に楽しんで夫婦の時間を楽しんでおり、家族との絆を大切にしているようです。公私ともに充実していた鎌田は2021-22シーズンさらに飛躍を遂げます。チームはリーグでは11位と低迷するものの、ヨーロッパリーグで大躍進。準々決勝ではスペインの名門バルセロナと対戦。自身が一番対戦したかった相手に対し、鎌田は決勝ゴールをお膳立てする活躍。試合後にはバルサのシャビ監督の口から名前が出るほどのインパクトを残します。準決勝ウエストハム戦ではファーストレグで決勝ゴールをマークし、チームを決勝に導きます。決勝の相手はスコットランドのレンジャーズ。鎌田はこの大舞台でチーム最多となる敵陣パス本数29本、タックル4回を記録。試合は120分で決着がつかず PK 戦に。 PK 戦前、監督のオリバー・グラスナーは長谷部と鎌田に3番目のキッカーをどちらかに蹴ってほしいと声をかけます。鎌田は自分が蹴ると即答し、キッカーに指名されます。そして彼は冷静にゴール右隅に PK を決め、チームメイトも全員 PK を沈めて念願のヨーロッパリーグ優勝を決めました。血の滲む努力や苦労が報われた鎌田は試合後感極まり号泣。この時について鎌田は、僕はこれまでサッカーに対して時間をかけて誰にも負けないくらいやり続けてきた自信はありました。でもずっとうまくいかなくて、これまでのサッカー人生がフラッシュバックしたからだったんでしょうね、あんなに泣いたのは、と振り返ります。ヨーロッパリーグでの活躍を通して鎌田は欧州サッカー界でさらに評価を高め、強豪クラブへの移籍が噂されるようになります。噂が出たのはイングランドプレミアリーグのトッテナムやポルトガルのベンフィカなど。特にベンフィカは個人合意の報道が出るほど移籍が間近に迫っていました。結局グラスナー監督の強い意向でフランクフルトに残留することになり、移籍は叶いませんでしたが、鎌田の市場価格は上昇。2022年9月22日現在、日本人1位タイの2200万ユーロとなっています。ここ数年のクラブでの活躍で日本代表における序列も上がります。2022年9月23日のキリンチャレンジカップアメリカ戦で先発出場。先制ゴールを決め、 FIFA ランク上位のチーム相手の勝利に貢献しました。トップ下で攻守に躍動する姿はカタールワールドカップで森保ジャパンが鎌田のチームとして挑むことを予感させました。世界で活躍してほしいという思いを込められ名付けられた男は、いよいよ初めてのワールドカップに挑みます。鎌田が日本代表をどこまで導けるか今から楽しみです。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ガンバ大阪のユースに上がれないなど、少年時代多くの挫折を味わった鎌田はサガン鳥栖でプロデビュー。2年後にフランクフルトに移籍するも、1年目は出場機会に恵まれず戦力外となり、シントトロイデンにレンタル移籍。しかしベルギーの地で攻撃センスが開花し、フランクフルト復帰後は攻撃の中心に君臨し、ヨーロッパリーグ優勝の立役者となります。日本代表でも評価されるようになり、カタールワールドカップでは攻撃の中心として期待されます。様々な苦労をしてきた鎌田は今、日本人ミッドフィルダーで最もビッグクラブに近い男と言えるでしょう。カタールワールドカップとフランクフルトでの活躍を通してどこまで上り詰めていくのでしょうか。中田英寿や香川真司に匹敵する、いやそれ以上の高みにたどり着けることを期待しましょう。今後の鎌田に目が離せません。ここまでご視聴していただきありがとうございます。今後もこのような動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。